はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。そして、今回、こちらですね。何の瓶パックですかね。シリカランですね。WF2、自分がワイルドから購入したやつですね。の瓶がちょっとこんな感じになってたんで、まあ、もう3ヶ月、4ヶ月かけたってんで、ちょっと、もう、一緒のことをね、まあ、ちょっとまだ、余ってる瓶があるんで、ちょっとそっちに移しちゃおうかな。で、次に大量に測ろうかな、ってですね。出てきましたね。40g ちょっとぐらいですかね、多分。まあこんなもんでしょうね。まあまだあと1本あるんで、そっちの方はまだ引っ張りますけど、とりあえずまあ、ですね、ちょっともう入れちゃっ、ここでちょっと投入しちゃったんですけど、結構まあ食感なんか見てもらったらこうですね、もう完全にえぐいしてますね。もうちょっと引っ張れば大きかったかなと思うんですけど、ちょっとまあちょっとこんな感じなんで、まあね、ちょっと変えた方がいいのかな。変えなくてもよかったのかな、どうなんだろう。まあね、ちょっとこうなってるんで、ちょっと個人で、まあね、一匹ちょっと変えてみたいなと思って変えたんでいいんですけど、まあですね、こっからね、まあ何グラムぐらいになるのかっていう感じなんで、ね。これはもうほぼ浮かまで持っています。まあ、もちろん劣化してくるようだったら人工養水に移しますけど、こっちで孵化させるつもりなんで、ね、これまあ60ぐらい乗ればなんとかですね、勝負できるかなと思ってますけどね。ほんと、もうちょっと大きくなってほしいですね。それではですね、動画終わります。